こんにちは、松潤さん。新勝林寺も見とったんですね。まあでも良かったじゃないですか。また再開してここでもう一回ね思い出すことができて、私は繰り返し見たんで何度も見れるなと思ったんですよ。ものすごくね、展開が早いと言いますかね、私の意識を持っていかれるあっという間の2時間でした。で、その新勝林寺ではないんですけども、昔からその勝林寺シリーズっていろいろある中で勝林寺36号っていうのがね一番有名なんじゃないかなと思うんですよ。あの辺から勝林寺ファンっていうのは増えてきたような気がします。で、実際にその勝林寺だのなんだのってやってた頃、私も影響を受けてね、やっぱりこう極真空手をね教わることになったんですよ。で、道場に通うわけなんですけども、まあ道場が遠かったんですよね。で、雨の日とか自転車できないんで歩いていくんですけども、だいたい片道で40分ぐらいかかるんですよ。まあそこを歩いていくのも鍛錬だと思って行ってたわけなんですけどもね。まあその中で、やっぱりこうね、試してみたいわけですよ。自分がどのぐらい強くなったのかなとかね。だからありもしないような因縁をふっかけて、似たような体格とか似たような目つきのやつにね、こうあれですよね、言いがかりつけるようになるわけなんですよ、本当に。まあどういうふうな顛末になったのかってことはちょっと恥ずかしくて言えないんですけども、まあ言ってもね、何が恥ずかしいかっていうと、下手に少林寺を覚えたり空手を覚えると、まあいわゆる喧嘩になった時にね、その少林寺の型をこうやって構えるのが恥ずかしくって、逆にポケットに手突っ込んで棒立ちなんですよ。ねえ、でこの野郎みたいなこと言ってるわけですよね。いや本来だったらこういう風に構えてね、もうかかってこいぐらいのことね、かかってこいってのも恥ずかしいですけども、こう構えたりね、こう組をしたいんですけども、なんかそれをやろうと思って稽古を積んでたのに、実際にふっかけた相手が喧嘩を買ってくれるとね、じゃあ始まるかなと思った時に、いやこうやんのがすごい恥ずかしくってね、試合でしかこれはできませんでしたね。だから実際に路上で喧嘩するときはどっちかっていうと、なんかあれですよ、ポケット手突っ込んだりとかね、腕組みしたりとか、こんな形で絶対こんなんで勝てねえだろみたいなね。でもそれをお互いにやってるんでそんなことをね思い出しましたね。多分ねそれはね、高校に入ってからも同じで、妙にね教わった方ってやりにくいんですよ。だからすぐ始まっちゃうと技がいろいろ出せるんで楽しみなんでね、あれですけども。で、私は当時は接近戦ではなくて、ロングレンジだったんで、この蹴りが結構得意だったんですよね、蹴り技がね。大技になってきますけども、結構割とまあタッパがある方なんで、同じぐらいの身長の子だったらね、2メートルぐらい離れたところから踏み込んでいって、こうヒットさせてまた戻ってくるみたいなのを繰り返していった感じですかね。だからだんだんこう慣れてきたっていうかね、試合と同じようにできるようになってきたっていうとんでもないやつですね。試合でやればいいのにね、その辺でやっちゃうみたいなね。あんまりこの試合もなんか当時はバカバカしくって、なんとなくね、いけなかったんですよね。なんかその勘違いをしてるっていうか、ちゃんとした空手の試合には大したやつがいなくって、本当に強いやつは街に溢れてると思ったんですよね。まあ、全然逆です、そういうのは。その辺でちょこちょこ喧嘩するやつなんて、試合に行ったらね1分も持たないですね、本当にね。そんな感じで結局私の出た空手の試合っていうのは印象に残るような試合ってなくってね、もうほぼ全敗ですわ、本当そういう公式戦では。私の身長よりも、ね、ないやつとかね、体重差もあるやつで全然かなわないですね、やっぱりね。真面目に格闘技すると、武術とかするとね、だから街で突っ張ってるやつ本当にね、もうあれで楽ちんだったというかね。ただなんとなくあれですよね、ジョークなんでしょうねきっとね。始まる前の言い合いっていうのはどっかの漫画から持ってきたセリフをお互いに言ってるんで、ちょっとクスッとするんでお互いにね。まあそんな思い出でございました。はい、どうもありがとうございました。すいません。